どうしても無理ですか？ご遠慮なく、スパッと。そしてこちらのボールでちゃちゃっとあえてマリナードでお召し上がりを。それはですね、誠意と本気を証明するには事象の一つもあってこそという合法的ノリを中軸にして、いつも生身と正気を削って我らサーヴァントを統率くださるマスター様の痛みをゴッホも背負いたいという決意表明に見せかけつつ、実のところマスター様にぶった切られた上で自分を食べてもらえる冒涜的喜びをこの気に乗じて、いやすみません、今のなしで。とにかく聖バレンタインの日にチョコを送る習慣はゴッホも英国時代に聞き覚えがあって、ここ恋人の日とか気にせず女子はチョコを送っとけ的なジャポネスリーアレンジも豪にいれば豪通と。はい、絵はことあるごとに描いてはマスター様に押し付けてる気がしまして、それで厨房の方に教わりつつふるさとの料理など味わっていただけまいかと。かといってゴッホの名を借る者としては日頃の感謝の気持ちに絵を添えぬわけにも、などと悩んだ挙句、優しく共同くださった聖女様を秀作に混ぜ込んでましたら魔が差しまして、こたびのカオスに至った次第で死罪。本当ですか？では改めてスパッと。だと反論の余地もなし。ではどうかこちらをお納めを。毎年この日はマスター様にとって胃もたれの日と伺いましたから、こんな感じの軽いものもありかと。そして狙うは超深度アップ、ご作詞。どういたしまして。足りない、マスター様、やはりダメです。軽食や収作ではゴッホの忠義を示すには足りません。というわけで即興プレゼント企画、ゴッホ上空100連発。まだまだいきますよ。